久保さん、お金はないは嘘にしましょうか。お金はないは嘘。<laughs> 久保さんもですね、多分商品いっぱい言ってきてるので、お客さんの断り文句でね、いや、お金がないんで今は、みたいなね、あの、断り文句は、まあ、受けてきたと思うんですけども、本当にお金がないんでしょうか <laughs> 借りれれるじゃないですか <laughs>。ね、あの、クリーンな感じで、 CM で、お金に困ったら貸しますよみたいなね。<laughs> 確かにまあお金はないかもしれないですけど、借りるという行為はできるわけじゃないですか。僕は、あの、南の帝王のね、あの、ま田銀次郎の話がすごく好きなんですけど、大人はみんな嘘を言うとると。みんな嘘つきやと。大人はみんな嘘つきやと。借金は悪い悪い言うとるけれども。 車のローン、お金借りて買っとるやんけと。家、ローンして借金して買っとるやんけと。みんな嘘つきやと。<laughs> <laughs> そうみんなじゃあお金があるから家買えるんすかお金があるから家を買えるんでしょうかお金があるから車を買えるんでしょうかお金がなくても買いたいものは買ってるんでしょう。だから、あの、お金がないっていうのは嘘で、まあ、100分譲ってね、 ヒャップズって、まあ、その銀行の融資回って借り入れませんでした。えー、消費者金融回っても金借り入れませんでした。友達に土下座しても金借り入れませんでした。うんいありと、クラウドファンディングやっても金集まりませんでした。まあ、そこまで全部やれることやって金集めようとして金集まらないんだったら、まあ、それは一理、まあ、あるかもしれないですよね。でも、9割9分は全部やってないんですよね。 金を集めてくる行為を <laughs>。多分ほ,ほぼ9割9分、ー友達に土下座してまで金借りるとか、そこまでやってないですよ。ほとんどの人はね。うん、久保さんもね、なんかあの話の中でね、俺に、俺に金を貸せみたいなね <laughs>。金貸してくれみたいなね <laughs>。やってた言うてましたけど。 あの僕がねあの借金作った時にあの、まあ、従業員の給料どうしようっつってね今月支払いどうしようっつってね、まあ、借り入れ、まあ、あのその今でも覚えてますけど漫画喫茶でね漫画喫茶で銀行の,あのローンっすよねこうああみたいなでもやりましたよでやって受かってね B とかねあと消費者金融も行きましたけど。 ビーって、あの ATM から金が出てきてあ。悩んでたの、こんなにあの支払い悩んでたのにこんな一瞬で出てくるのかみたいな <laughs>。あのお金がばーって ATM から出てきたときに、何なんだろうな、世の中みたいな思いましたよね。月末の支払いどうしようと思ってたのに、こんなに簡単にお金って出てくるんだみたいな <laughs>。ちょっと錯覚をしましたけどね。錯覚を <laughs> <そう>。<laughs> 借りればええやんみたいなね。うん。 だからまあ、お金がないっていうのは、まあ、なんですかね、うん、お金はあるんですよ。<laughs> どっかにあるんですよ。だからその、なんですかね、あの、ダイレクト出版さんの前、小川さんの話をちょっと聞いてた時あって、コロナの時かな。で、そのコロナになって不景気になりましたと。で、なんですかね、やべえんじゃないかみたいな。 で、そのお母さんがなんか銀行の方とお話ししたのかなで、それで話してて、いや、確かに今、お金は回ってなくて、お金、不景気かもしれないけど、銀行に金あるよ、みたいな <laughs>。銀行に、だからそのお金そのものはなくなってないし、ただそれが流通してない、動いてないだけ。まあ、大衆心理が動いて、その、今お金なかなか使えないとか、使ったらダメとかね。 あの怖いとかねまあそういう心理が動いてお金が流動してないだけで銀行にはお金はあるよっていうね <laughs> そう,、うん、そう世の中からお金がなくなったわけではなくて不景気な理由っていうのはまあ結局心理ってことですよねそう、F、久保さんもエフェクスやられてるわけですけども相場の動く相場が動くものってもう大衆心理じゃないですかほとんどが。 もちろんその機関投資家とかまあそういうところもありますけど多分相場を動かしてるのがほとんど大衆なのでまあその心理戦ですよね、うん、まあビジネスも心理戦ですけどねいってらっしゃい